エンジェルのペン、林真理子、朗読、花子です。一杯のコーヒーのために、女はワゴンを引いてきた。白いブラウスに黒いロングスカートといったいでたちは、女がもし、ビオラ奏者だと名乗ったとしたら、誰もが信じたに違いない。そして、 彼女と銀色の砂糖壺は、800円のコーヒーを、いかにもそれらしく見せていた。ひろこは、何度来ても、このホテルのラウンジになれることができない。ひろこの感覚だと、高か,かコーヒーぐらい、町の喫茶店で飲めばいいと思うのだが、緑川は、そうはいかないらしい。 大手の出版社の編集者である彼は、贅沢なところやものがひどく好きである。ものを書く人間っていうのはね、金をうんと使わなくちゃいけないんだ。というのが彼の口癖だ。それを聞くたびに、弘子は薄く笑う。ものを書く人間だって。弘子はまだ、 自分のことを何と名乗っていいかわからない。作家だよ作家に決まってるだろ小説を一作でも書けば作家と名乗っていいんだよ緑川は怒鳴るように言うのだが、ホテルに泊まったりするときの肩書きはいつも無職だ。この無職という言葉には無責任なようで自由な雰囲気があって、ヒ子は気に入っている。 これこそ今の自分にふさわしい肩書きだと思っているのだが、緑川は反対する。そういう弱気が君のもう一つプロになれないところなんだよ。といまいましそうに言う。弘子は緑川のこういう強気なところが決して嫌ではなかった。緑川に限らず編集者というのは 大抵強引なところがある。売れっ子の作家に群がって原稿を書かせ、奪い取るように原稿をさらっていくのが彼らのなりわいと言ってもいいのだが、ろ子程度のものにそこまでのことをする編集者はほとんどいない。緑川はただ一人自分をある場所へ連れて行こうとする人間だとろ子は思っている。それが 彼を好きな原因かもしれない。二年前、ヒ子はある中間雑誌の新人賞に応募し、入選作該当なしの佳作第一席になった。古顔の安藤翔子に絡まれようとも、ヒロ悦子、道コ、の三人は、暇さえあれば、湯沸かし室に集まった。 こんな書き出しで始まる80枚の短編はほとんど実話で、主人公のヒロミというのは自分の名前をもじったものだ。物語はヒロミを中心に3人の OL が大嫌いなハイミス、安藤翔子のオフィスラブの相手をついに探り当てるというたわいのないものだったが、これを審査員の一人の有名作家が褒めた。 当時、ヒロコは26歳で、まだ若いと言われる年齢だったこと。現役の OL だったことが、マスコミの好奇心を動かして、一時は取材もいくつかあったものだ。主婦作家から OL 作家の時代へ、などという週刊誌の見出しを、今でもヒロコはよく覚えている。自分では舞い上がっているつもりはなかったのだが、 気がついたら、会社を辞めていた。賞金の30万円があって、懐が多少温かくなったのと、やはり社内の居心地が悪くなっていたからだ。証拠のモデルになったのは、秋子という、やはり32歳の女で、小説が世に出るのだったら、ちゃんとした仮名を作っておくべきだったと。 ひろコは後で悔やんだものだ。私を笑い者にして、覚えてらっしゃい退社間際に言われた言葉も後味が悪い。それが心に引っかかったわけでもないのだが、いざ自由の身の上になっても、ひろコは原稿用紙に向かうことができなかった。小説を書いたのは、 もちろん初めてです。平凡な OL の私が小説を書けるなんて自分でも思ってもみませんでした。とひろこはインタビューに答えた。だが、これは嘘だった。実はある新聞社が主催する小説の書き方セミナーというのに通ったこともあるし、完結しなかったものの4つほど短編を書いたこともある。 あの頃のひろこは短大を卒業してすぐに勤めた会社に吐き気がするほどうんざりしていた。毎朝コピーをするために手渡される書類は両の腕で持ってもずっしりと重く、茶碗の中に必ず吸い殻を入れる上司がいた。それに26歳という年齢は高卒が多い職場でかなり目立つようになっていた。 そんな中で自分は小説を書いているというのがひろこの密かな自負であった。私はあなたたちとは違うんだから。今にきっと、はっと言わせてみせるから。おしゃれなスターの噂話にはしゃぐ同僚に向かって呟く時もあった。ところが、 自分の書いた小説が雑誌に載り、ほんの一時にせよ、彼女たちがあっと言った時、ひろコはもうすべてのことが終わったような気がしたのだ。晴れてという言い方は当たっていないかもしれないが、重役まで顔を見に来るほど注目されて、そう惨めなやり方でなく会社を辞め、確かに気は済んだのだ。 ひろコはぼんやりと毎日を過ごした。本は多少読んだりしたものの、犬を散歩に連れて行ったり、結婚した昔の友人に会ったりしているうちに、半年が驚くほどの速さで過ぎた。ひろコの小説が載った雑誌の編集長は、久松と言って、最初の頃はしつこいほど電話をかけてきた。 のんびりするのはいいけれど、そろそろ自作を書かなくてはね。新人はまず長編を書かなくちゃダメですよ。あなたの素質はむしろ長い方だと私は思ってるんです。どうです次の号やってみませんか久松はひろこの住む共同まで出かけてきては熱心にくどいた。 弘子はいい加減面倒臭く,くなっていた。それでいつもこんな風に答えた。書けるようだったら書きます。書き始めないとわからないから。久松は、それでは授号の予告に入れますから、よろしく。と何度も言うのだが、弘子はこの場を早く終わらせたいとそのことばかり考えていた。 実際、原稿用紙に向かっても書くことが何もないのだ。それでも弘子は律儀な性格だったから、一週間以内に必ず、久松に電話をかけた。あの、やっぱり、書けませんでした。申し訳ありません。それを三回ほど続けたら、久松はにこやかな声で、こういうようになった。 ソネさんは、強いて書かせるタイプのようじゃないようですな。気が向いて何かお書きになったら、いつでも電話をください。うちの方はいつでもページを開けて待っていますから。今でも時々彼からは電話はあるが、話が前ほど具体的になることはない。ヒロは、 短いエッセイや感想文を女性誌から頼まれて時々書いたが、それ以外はほとんど仕事をせずに一年近くを過ごした。ヒ子にこんな気まぐれができたのは、彼女が一人暮らしではなく、どちらかというと余裕がある家の一人娘だったからということができる。ヒ子は 義理の父と母、それに四つ違いの弟と一緒に暮らしていた。弘子が中学生の時に母と再婚した義父は、やり手の不動産業者で、都内に一つマンションを持っていた。五十を少しばかり過ぎた母は、まだみずみずしくて、自分のことに忙しく、娘の行動にそう目くじらを立てることはない。 義父も気のいい男で、ひろこみたいな頭のいい女は、よーく選んで、見比べてから行った方がいいぞ。と、母親と顔を見合わせては言う。小遣いも不自由することなく、久松の言う、ソネさんは、お嬢さん育ちだから、欲がない。という言葉も、そう当たっていなくはないのだ。 いやっという声で、弘子は後ろを振り返った。緑川の声は大きい。すぐそばから声をかけられたと思っていたのに、彼の姿は、まだロビーを横切っている最中だった。だいぶ薄くなった髪と、小柄な体は、貧相と言ってもいいのだが、編集者生活20年という歳月と、流行作家4人育てたという自信は、 彼の声にまず現れている。緑川は、久松とは別の雑誌の副編集長だ。それ君、この間のやつ、評判悪いね。ソファーに腰掛けるなり、緑川は言った。この間のやつというのは、緑川の雑誌に書いた、桜街道真珠という、 150枚の中編だ。それは一年半ぶりに、ひろこがやり通すことができた仕事で、例によって彼女はそのことだけに満足していた。緑川は久松のように穏やかに、やっていただけますね。などとは言わず、いきなりひろこをホテルに放り込んだのだ。 そうでもされなければ自分に最後まで小説など書けるはずはないと思っていたから、弘子はむしろ緑川の乱暴さに感謝していた。それなのに、のっけからこの言い方はないではないかと、弘子はむっとした。そんな顔して人を見るもんじゃないよ。緑川はおかしそうに笑った。<laughs> そういうところが。 君はまだまだねんねなんだよな。まあいい、まあいいさ。評判が悪いってことは、それだけ気にかかるっていうことなんだから。小説家にとって一番の酷評は、無視ということなんだ。それだけは覚えときなさい。そう言って緑川は注文を取りに来たさっきの女に、紅茶と怒鳴った。これは僕自身が思ったことなんだけれど、 ヒロインのキクコという女性は絶対に性格描写が弱いね。コケティッシュな女だとしつこく書いていたかと思うと突然古風で気弱なところを見せたりする。矛盾だらけだよ。ヒロコは腹が立った。桜街道真珠は本当にあった話なのだ。短大時代、 同級生が年下の修理校の青年と真珠未遂事件を起こしたことがある。その時の騒ぎを小説に仕立てたものなのだが、ひろこが知っているゆりこという女は実際にその通りの女だった。正直にありのままを描写してどうして非難されることがあるのだろうか。君は本当に まるっきり小説っていうものが分かってないんだな。緑川はしきりに頭をかく。しかし次の瞬間、ちらっと舌舐めずりした。それはこれからものを教えようという意欲に燃えた時の彼の癖だった。いいかい本当にあったことをそのまま書いたって、少しも小説にならないじゃないか。 君はよく僕が文句を言うと、だって本当のことなんだものって必ず膨れるだろうそれは虚構というものがまるっきりわかってないんだよ。虚構っていうのは作り話さ。本物を削ったり飾ったりすることによって、その本物よりさらに素晴らしい偽物を作るんだ。偽物が本物より人の心を引きつけるっていうのが小説の世界なんだ。 君のデビュー作、湯沸か室の午後には、確かにリアリティの面白さがあった。それが魅力といえば魅力だったんだろうけど。はっきり言って、あれはまだ、小説じゃなかったね。わかるだろう <laughs> じゃあ、私、どうすればいいんですか <laughs> ひろこは無然として言った。私、ストーリーなんて考えられないもの。 実際にあった話を正直に小説っぽく書くことしかできませんもの。最初はそれでいいんだよ。君の書くものの魅力っていうのは何度も言うようにリアリティのきらめきだからね。当分はそれを大切にしていけばいい。ところで、うちの9月号150枚書けるね。緑川が弘子に急速に近づくことができた理由はこんなところにあった。 たった今、けなしたかと思うと、数秒後には、褒めて次の原稿を命じる。その慌ただしさに気を取られているうちに、いつの間にか、弘子は約束をさせられているのだった。でも私、もう、書くことないわ。弘子は割れながら、呆れるほど甘えた声を出していた。他人から指摘されるほど、 人付き合いが悪く、取り付く島がないと言われる自分が、緑川には、たやすく心を許しているのだ。私、普通に育って、まだ28年しか生きていないんですよ。波乱万丈の人生を送ったわけでもないし。あの OL 時代の話と、短大の時の友達の心中騒ぎが、今までの私の二大事件だったんですよ。 うん、それを書いちゃったから、もう書くことないんですよ。それが不思議なもんでね。緑川は運ばれてきた紅茶を目を細めてすすった。柔らかい湯気がそこだけは濃い眉を隠すように登っていく。耳くそも何にもない。綺麗だと思っていても、一生懸命耳をかき出すと、 白くて大きいものがポロッと出てきたりするじゃないか。思い出なんてそんなもんで、やたら引っ掛けば引っ掛くほど、どんどん取れていくもんさ。そう言ってもう一口、緑川は紅茶をすすろうとした。口を尖らすと唇の両脇には深いシワが寄って、それをヒ子は、 懐かしいものを見るように眺めた。その時、一瞬何かひらめくものがあった。もしかしたら、彼女は言った。私の両親のこと、を書けるかもしれないわ。お宅のご両親そうなんです。お話ししたことがなかったかもしれませんけど、うちの両親っていうのは、私が小学校六年の時に、 離婚しているんですね。原因はお恥ずかしいんですけれど、うちの母親が他の男の人を好きになってしまったんです。若い時はなかなか綺麗な人だったんですよ、母は。それで私の父は教師でしたけど、とてもおとなしい人で、母が出て行った時、目にいっぱい涙を溜めて、柱時計を見ていたんです。物に取り憑かれたように。 言葉が次から次へと出た。それは、弘子が長い間気にしまい、大したことではないと思い続けた末に、かえってカくなにこびりつかせていた記憶だった。それ、ヒロインは、君にするのかいそれとも、お母さんにすんのかい子供にすると、ちょっと弱くなるかもしれないなうん、やっぱり、 お母さんの目で小説を書いた方がいい。しきりにうなずく緑川を前に、弘子はやっとためらいに似た気持ちが生まれ始めた。でも、うん、母がそれを読んだら、傷つくかもしれません。母は今のギフトをその後再婚して幸せにやってますから。わかってないなあ緑川はじれるように身をねじった。 ほら、実際にあったことをそのまま書こうとするから、そんな心配をするんだよ。いい素材をあくまでも小説に仕立てるんだ。人からなんか言われたら、小説ですって胸を張ってればいいんだ。じゃ、来月の5日までに150枚できるね。いいね。赤坂から地下鉄で新宿に出た後も、 ひろコは興奮が続いていた。自分ではそれを秘密だと思っていなかったのだが、今まで誰にも喋ったことがないのだから、やはり暗い秘密というやつになるのだろうか。母の秋代が底抜けに明るい女で自分の心の動きを高校生になった頃からひろコにはこと細かに説明していたから、 母に対する嫌悪感はほとんど芽生えなかったと言っていい。それに小さい時から母に似て器量良しだと他人に言われ、成績も良かったヒ子は誇り高く育っていて、自分が他人より劣っていると考えることは耐えられなかった。小説を書き始めたのも、あの会社で取り立てて才のない女に混ざって働くことに、 嫌気がさしたのだと、最近ようやく分かった。さらに深読みすれば、久松の原稿依頼にあまり乗り気になれなかったのも、検証小説の佳作まで行った舞台で、無様な真似をしたくないと思ったからに違いない。そんな自分が、緑川には色々と打ち明け、小説を書こうと決心しているのだ。 一旦は小田急線の乗り場に行きかけたのだが、弘子は思い直して、赤電話の前に立った。品田さん、お願いします。広報部の。俺じゃないか。気取った声を出して。ダイヤルインなので、男が直接出るのは、そう不思議ではない。しかし、乗っけからの声を弘子は耳に流してしまった。 三ヶ月ぶりに聞く声だった。今、新宿に来てるの。夕食をご馳走してよ。ひろこはわざと存在な声を出した。俺だって忙しい身の上なんだぜ。いつも急だな。もし俺に戦役があったら、どうするつもりだったんだよ。他の男と食べるわよ。三彦は受話器の向こうで、 低く笑った。それは相変わらずだなというふうにも取れたし、そんな男はいないくせにというふうにも取れた。この男は昔からひどく自信家だった。西口の高層ホテルのティールームを三彦は指定してきた。それは彼の勤める会社と 目と鼻の先にある。七時までには必ず行く。と、三彦は言ったが、あまり当てにならない。時間にはいつも遅れる男だった。一頃、ひろ子と三彦はいつ結婚するのかと、よく人に聞かれる中だった。有名私立大に通う三彦に出会ったのは、 ひろこが短大に入学した年で、場所はお決まりのダンスパーティーだった。二人が結局自然解消という風うになったのは、いわゆる長すぎた春というのが大きな理由だったが、それよりもお互いの性格が似すぎていたからだろうとひろこは思う。三彦もあまり自分の感情を外に出さない人間で、 それが内向的な性格から来る冷たさだとわかるのに、そう時間はかからなかった。三彦も弘子と同じように、自分のペースを壊されることを、ひどく嫌うのだ。弘子が短大を卒業して一年目、もののはずみのように、二人が結婚を真剣に考えたことがあった。その時、 ある電気メーカーの重役をしている三彦の父親と母親が大反対を唱えたのだ。はっきりと口に出してこそ言わないが、ひろ子の母親や義理の父のことに原因があったとひろ子は思う。その時三彦はあっさりと、親父たちが反対しているんだから仕方ないよな、と言ってのけた。 ひろこもただ、そうね、とだけ言って、怒ることも愚痴ることもなかったが、その瞬間、三彦に対して持っていた、たくさんの感情のほとんどを、失ってしまったような気がするのだ。それなのに、その後、5年以上も、ひろこは三彦と関係を続けてきた。 彼が初めての男性ということもあった。それよりも面倒くさかったのではないかとヒロコはよく思う。接近してくる男性も何人かはいたのだが、三彦と別れ、その中の一人とまた一からやり直さなければいけないという想像は、少なからずヒロコをうんざりさせた。それよりも多少不満はあっても、 くりと体に馴染んだ三彦に愛着に近い気持ちがあった。それは三彦の方も同じだったらしい。ちょくちょく小さな浮気はしたものの、ほんの二年前まで二人は恋人同士と言ってもよかったのだ。七時を十五分遅れて三彦は姿を見せた。 ひろこより二つ年上だから、もう三十歳になるはずだが、三彦は年齢よりずっと若く見えた。スーツを嫌って、いつもブレザーといういでたちも彼には似合う。イタリアンでいいだろ。下を予約しといたよ。と三彦は言って、自分は座ることもせず、ひろこを忙した。桜街道っていう小説。 読んだよ。三彦がぽつりと言い出したのは、エスプレッソを飲んでいる時だった。あれ、ゆり子のことだろう。彼女は、ひろこのグループにいた時もあり、三彦とは何回となく一緒に遊んだことがある。ありゃあ、ひでえよ。三彦は顔をしかめた。 炭性の顎のところに少し傷があるのは、大学4年の冬に作ったスキーの怪我だ。ユリコは、あれからあの男と別れて、ちょっとアメリカに行ってきたんだろう親が必死で事件隠そうとして金を使ったんだってな。まだ結婚はしてないらしいけど、横浜の方で勤めてんだろうなんか、向こうの方の会社でさ、なんて言ったかな元木のやつならわかるな。 まあいいや。だけど、ひでえぞ。キクコウなんて名前にしてあるけどよ。知ってる奴が読めば、見え見えじゃないか。あれじゃ、ユリコがかわいそうだぞ。いいんだったら。ヒロコはコーヒーの最後の苦味を飲み込んだ。あれは小説なのよ。ユリコとは関係ないわ。確かにヒントはもらったけど、彼女はモデルじゃないんだもの。それに私たちの仲間なんて忙しいんだから。 誰も小説なんか読みはしないわよ。そんなことないぜ。現にお前が2年前に賞を取った時にさ、俺の友達なんかやたら電話かけてきたもの。あの中に出てくる金持ちのボンボンは品田かってさ、いい迷惑だったぜ。おまけにこれで品田も女流作家の紐になれるな、なんてバカなことを言うやつもいてさ、本当に腹立ったよ。そんなこともういいじゃないの。 ひろコは乱暴にナプキンで口を拭った。ごちそうさま。悪かったわね。嫌な女が呼び出したりして、ご気分悪くしたでしょうから。ここは私が持つわ。ユリコのことを書いて稼いだ、なんて言われるのはごめんだけど、多少お金はございますから。バカだな。そんなに怒んなっては。そして三彦は、不意にテーブルの上に音を立てておいた。 これ、どうすんだよ。2014と書かれたルームキーが、食卓の光を浴びて鈍く光った。早くしまいなさいよ弘子は赤くなった。先に行っててちょうだい声があまりにもたやすく、とろけていくのが恥ずかしかった。 シャツを脱ぐと、三彦は軽く鼻を鳴らした。ん <laughs>。それは、欲望の吐息のようにも、照れのようにも、広子には聞こえる。上半身をあらわにした三彦は、たくましいというほどではなかったが、学生時代からスポーツで鳴らした体は、筋肉がはっきりと手に取るようにわかる。 おそらく海にもう行ってきたのだろう。三彦の肌は滑らかに茶色に光っていた。弘子は不意にこの体を表現するにはどうしたらいいのだろうかと考えた。男の肌は柔らかな舐めし側のようだった。ダメだ。こんな表現は 散々いろんな本で見たことがある。弘子は、光彦の胸に、手を触れた。<laughs> どうしたんだよ。光彦は、やや、はにかんで笑った。男の肌は、いかにも柔らかげな茶色だったのに、手を触れると、ずっしりと、 硬い手応えがあった。ひろこはさらに思いがけないことをした。三彦のブリーフの中に手を伸ばしていったのだ。そこには茶色よりもさらに深い色があり、さらに硬く意志を秘めているものがあった。 三彦は心から驚いているようだった。それまで彼の知っている弘子は、淡白というよりも自分の欲望に関して非常に無頓着なところがあったはずだ。耐えきれないように三彦は低く何か言った。やや乱暴に弘子はベッドに連れて行かれた。三彦の唇と指が同時に動き出し、 ひろコは熱い体温にすっぽり包まれる。いつもならひろコはここで大きな流れに身を任そうと決めるのだ。残るものがいくつかあったとしても、それは光彦と自分に対する背徳のような気がして、ひろコは必死でそちらへ向かおうとする。けれども、 この日は違っていた。弘子の中で何かが流れをせき止めようとしていた。濁流に飲まれまいとする巣は大きくなって、それは三彦を見つめていた。目を閉じているくせに、弘子は大きく目を見開いていた。少し頭が混乱している。 心地よさに身を委ねてはいけないと思う気持ちと思いっきり心地よくなってもいいという気持ち。けれども、後者の感情は、ひろこにあることを課している。それは、記すことであった。中編。 柱時計。夫の雄一が帰ってくる時間は、かっきりと、八時だった。日によってそれが十分早くなったり、遅くなったりすることはあったが、柱時計がゆっくりと八回、時を告げる頃には、大抵の場合、 やや猫背の大柄な雄一の姿は、玄関の闇の中に見ることができた。あの時計の音、私、我慢できないの。それが、七つ鳴るときによく、時子は言った。うちの人は、 姉を大切にしているのよ。時々は分解して掃除をしたりしているわ。機械科の教師なんだから、そういうものはお手の物のなんでしょうけど。男としては、ちょっと、いじましいわね。けれども二人が会うのは、いつもその柱時計のある部屋と決まっていた。 それは廊下の奥まったところにあって、歌詞を与えられておとなしく遊んでいる子供たちの部屋から、一番遠いところにあった。時折七つになる娘が、お母様と声を出して探している時があった。すると時子は素早く電灯を消してしまうのだ。 人妻とその不倫の相手はしばらくかくれんぼうのように闇の中に身を隠す。二人が息を殺して恐れているのは子供の声ではなかった。それは重たげに響く柱時計の音だった。はあ。 嫌な音。それは七時を三十分過ぎたことを告げている。男が出て行かなければならない時間は過ぎていた。あれはいつのことだっただろうか。男は信じられないほど大胆なことをしたのだった。 柱時計の音をまるで合図のようにして、男の手は、時子の着物の裾を割って入ってきた。それに抗おうとする時子の手は、かえって、扇形の面積を広くするばかりだった。男が、チュッと時子の白い足袋の先を吸った。はぁ、あ。時子の血液ばかりか、 すべての液体は、その旅の上の続いて交差するところに、流れるかのようだった。弘子はその日、新宿駅の売店で、小説都市を見た。気鋭の新人意欲作、柱時計、という文字は、目字には大きく書かれているが、 表紙にはない。誰でも知っている老体家と女流作家の名が大きく連なっている。けれども弘子には、まるで表紙が透けるように、自分のページが見えた。繊細なカットも手に取るようにわかる。小説というのは、山場、大抵の場合は、ベッドシーンやラブシーンを差し絵にするから、 柱時計も着物の女と男が絡み合っている図だ。女は髪をアップに打っていて、ほつれ毛が生めかし、母の秋夫とは似ても似つかないたおやかな女で、それは広子を安心させた。秋夫は若い時から少し太り獅子で、普段も洋服一辺倒だった。 緑川の言う、虚構という言葉が頭をよぎり、それはさらに弘子を明るくさせた。実のことを言うと、後ろめたい思いが弘子を家に帰りづらくしていて、今まで弘子は一人で映画を見ていたのだった。散々迷った挙句、弘子はとうとう小説都市を買わなかった。 手にしていたバッグはごく小さなもので厚みのある小説雑誌を入れることができない。それを手に持つことは電車に乗り合わせた人々にすべてを見透かされるような気がするのだ。夫は何もかも知っていたのだ。時子は 立ち尽くした。その時、柱時計は、再び、鳴り始めた。眠たげな、牢屋が膝を打つような音。彼女は、告げ口をした相手が、やっと、 わかったのだ。気に入っているラストシーンだ。弘子はこの箇所を心の中で繰り返しながら帰り道を急いだ。共同の駅前通りを左に抜けると静かな住宅地が続いている。弘子の家はそのちょうど中ほどにあって日の当たる角地にある。 商売柄、岐阜は一等地を選び出して、かなり凝った家を作ったのだ。門から玄関までのアプローチがゆったりと取ってあって、門頭が前提の花々を照らすように付けられている。道の途中まで来て、今日はその門頭が消えていることに気づいた。電灯が切れているなら、駅前のスーパーで買ってきたのに。 母の秋夫はそういうことに気の回らないところがあった。弘子は小さく腹を立てながら鉄の彫刻を施した門扉を開けた。ただいま玄関のドアを開けようとしたとき、おかしなことに弘子は気づいた。家がひっそりと暗いのだ。二階の部屋だけは光うと光が漏れているが、 そこは弟の秋広の部屋だ。両親はどこかへ出かけているのかもしれない。とりあえず玄関のスイッチをつけて後ろ手でドアを閉めた。その時、ひろ子は恐怖のあまり心臓が凍りつきそうになった。見知らぬ女が 髪を振り乱して目の前に立っていた。それは、母の秋代だった。人間の目が、これほど釣り上がるものか、これほど人相が変わるものかと、弘子が目を見張ったのもつかの間、鋭い痛みが頬に走った。ぶたれていた。殺してやる 秋夫は言った。殺してやるあんたも殺して、私も一緒に死ぬその言葉と、秋夫の腕が振り落としたものが、ズタズタに咲いた小説都市だと分かった瞬間、ヒロコは全てを理解した。娘に、こんなに恥をかかされて、 もう、私は生きていけないお父さんにすまない申し訳ない私はもう、この家にいられない秋夫の目から、涙が止めどなく溢れ出した。気が狂ったように、死に滅裂な言葉がいつまでも出てくる。 あ、あんたなんかに、私の気持ちがわかってたまるか私がどんな思いで、あんたたちを育てたか死んでやる死んでやる再び、小説都市が、弘子の髪や頬をめがけて振り落とされようとしたとき、人影が二人の間に飛び込んできた。 母さん、落ち着いてくれよ姉さん、ちょっと外に出た方がいいよほら、早く門まで息もつかず走った。悪夢を見ているようで涙も出ない。それなのに、なぜか指は、門頭のスイッチを探し当てていた。柔らかい光が辺りを照らし出したとき、ろこは、やっと息を吐き出して、その場にうずくまった。 どのくらいの時間が経ったのだろうか。人の気配で顔を上げると、秋広が立っていた。秋尾に似て、丸顔の銅顔が、やや青ざめている。やっと落ち着いたよ。今、ベッドに寝ている。二人はいつしか、外に向かって歩き出していた。 秋広のサンダルと自分のハイヒールに目をやったとき、広子は初めて取り返しのつかないことをしたと思った。もう二度とこのまま家に帰れないような気がする。あの本、元はといえば僕が買ってきたんだ。部屋で読もうと思ったらその前に お袋がひったくってさ、ダメ、私は母親だから先に読む権利があるの、なんて、はしゃいでたんだ。嬉しかったんじゃないのよっぽど。僕はそのまま自分の部屋にいたから、叫び声が起こるまで知らなかったな。弘子はいつしかうつむいていた。それにしても姉貴、あんまりだぜ。ちょっとひどいよ。 姉貴は作家だからいいかもしれないけど、僕たち家族は何の関係もないんだから、犠牲にされるのはまっぴらだぜ。特にうちなんか他に比べて複雑なんだから、お袋も辛かったと思うよ。頭の中が空っぽになっていくのがわかる。そのどこか片隅の方で。違うのよ違うのよ と、必死に声を上げる自分自身がいる。とにかく今夜は、よそへ行った方がいいよ。友達のうちでもいいけど、こんな日は、ホテルの方がいいでしょ。どこか知ってるひろこは、以前、緑川に原稿を書かされた、神田のホテルを思い出した。こじんまりとした感じのいいところだった。今から電話してみるわ。 きちゃん、悪いけど、そしたら、タクシーで送ってって。いいよ。ヒロコは、まだ恐ろしいものに追いかけられているような気がした。それはもう、秋雄ではなく、もっと得体の知れない、ドロドロしたものだった。ヒロコはその怪物と、緑川との顔が、ふっと重なるのを見た。 しかし、それは疲れのせいだと思い、ひろこを慌てて首を横に振ったのだ。月が変わって、ひろこはマンションに移った。あの日以来、秋夫との間に、目に見えない大きな壁ができてしまったようだ。さりげなく話そうとすればするほど、 あの晩の夜叉のような姿が浮かび上がってくる。緑川が印税を前払いしてくれて、それで弘子は部屋を借りることができた。いくら小遣いをもらっていたと言っても、一年間趣味のような仕事ぶりで、ただでさえ少なかった OL 時代の貯金をほとんど使い果たしていた。新しい部屋は、 緑川の会社の近くにある。2DK の新築マンションだ。弘子は最初、一人では広すぎると迷っていたのだが、緑川が、作家に書斎がなくてどうするのといつものごとく、頑強に主張し、結局押し切られてしまったのだ。家賃は尻込みするような金額だったが、今月から小説都市に、 連載する読み切り小説の原稿料をそれに充てることにした。さらに明るいニュースは、桜街道真珠と柱時計をまとめた単行本が本屋の店頭を飾っていたことだ。まあ、新人だからそれほど売れるわけはないけど、一応は印税が入ってくるからね。それにしても、緑川は機嫌がいい。 会社の近くに部屋はできたし、ひろこちゃんはもう小説都市の専属作家みたいだね。いつの間にか、ソネくんがひろこちゃんになっている。久松さんがさ、ひろこちゃんの柱時計を読んで、口をしがってさ、今まで OL とか女子大生しか書けないと思っていたんだってさ、緑川くんにまたやられたって。 何回も言われたよ。実際、柱時計は、黒音筋にも評判が良く、滅多なことでは褒めない全国史の、宗氏という人物も、これを取り上げてくれた。二年前、夜明かしつの午後で新鮮なデビューを果たした、曽根広子は、確実な成長を遂げたようだ。 柱時計は一見暗い上置小説に終わりそうなテーマをサスペンスの匂いをつけてさらっと仕上げ、その手腕は新人らしからぬところがある。この新聞の切り抜きをわざわざコピーして緑川は持ってきてくれた。かな、新人らしからぬっていうのは相当な褒め言葉だよ。 と、総合を崩す様子は、わずか3ヶ月前。新聞の表なんて本当に当てにならないよ。あんなの読んじゃダメダメ。と言ったのを忘れたかのようだ。久松さんさ、絶対に口惜しいんだよ。この言葉が何度も出てくるのも、ひろこには意外だった。それまで久松のことを、 緑川は出版界の大先輩などと呼んで注意深く喋っていたからだった。そもそもひろこちゃんはあそこの新人賞で出てきたんだから久本さんが育てるべきだったんだよ。それがちゃんと書かせることもできないんだもんな。あの人、ジェントルマンを気取ってるけど、やっぱりダメだよ。原稿は気迫で書かせるものだものな。 と何度もうなずくしかし、緑川には黙っていたが、弘子はこの部屋に越してから、すでに、久松と数回会っているのだ。かわいい子には旅をさせろとは、よく言ったもんですな。久松は、こんな風な言い方をした。 緑川君に鍛えてもらったおかげで、ソネさんも急に作家らしくなりましたね。そうですよ。顔つきが違いますよ。それは確かによく言われることだった。弘子はもう、書けるかどうかわかりません。などという言い方はしなかった。わかりました。やらせていただきます。 と言って頭を下げた。一人暮らしの出費は思いがけないほど多く、弘子は一枚でも多くの原稿を引き受けたい思いだった。弘子の心を見透かしたように、久松は五百枚の長編を書きませんかと膝を進めた。口調は以前のように穏やかだったが、期限を決める素早さに、もう弘子は、 断らないという自信が溢れていた。恋愛小説はどうでしょうか曽根さんはまだお若い、若い作家でなければ書けない恋愛小説をお願いしますよ。その夜、食事をおごられた後、もう一件これから銀座へ行きましょうという久松の誘いを断って、ひろこは家へ急いだ。 差し回しのハイヤーの中、弾む心と憂鬱さが同居していた。恋愛小説だって、どうやって書いたらいいのだろう。忙しさにかまけているうちに、三彦とはすっかり没交渉になっている。男に抱かれたのは、正真正銘。あの日が最後だった。 緑川は巨構巨構と口を酸っぱくして言うのだが、弘子は何もないところから突然浮かび上がってくる巨構というのに、一度も出会ったことがない。いつも自分の記憶からいくつかの材料を取り出し、それに何かをつけたり貼ったりしながら、やっとの思いで原稿用紙を埋めていくのだ。そのストックも、 もう空に近い。今のヒ子と来たら、あの夜の母親の状態でさえ、何かに使えないかと思案している最中なのだ。五百枚という文中の出来事を、どうやって作り出したらいいのだろうか。いつの間にか、ヒ子は眠っていたらしい。 タイヤーの運転手の遠慮がちな声で目が覚めた。慌てて身を起こそうとしたヒロコは、髪が窓ガラスにへばりついているのに気づいた。ぐっすりと寝込んでいたらしい。お疲れのご様子ですね。と言われるところを見ると、しばらくこのまま車を止めてくれていたらしい。ヒロコは恥ずかしさで身がすくむ思いだった。あ、いいです。どうも、どうも。 ドアを開けようとする運転手より先に外に飛び出した。夜風は思いがけないほど冷たかった。ヒ子はその時、一人の男がマンションの前に立っているのを見つけた。オートロック式のドアをヒ子のために開けて待ってくれている。申し訳ありません。 二人は自然とエレベーターに向かって一緒に歩き出した。ひろこより先に男が八階のボタンを押した。そして次に九という数字にも触れた。そうね、ひろこさんでしょ男は微笑んだ。どうやらひろこが八階に住んでいることも知っているらしい。 上に住んでおります。酒倉というものです。男はこんな風に名乗った。男の口元に浮かんだ柔らかい笑いはいつまでも消えず、弘子は男が自分の寝顔をどうやら見ていたらしいということに気づいた。毎晩遅くまで大変ですね。よく僕のベランダから あなたの部屋の光が漏れているのが見えますよ。坂倉と名乗る男は若くはなかった。緑川と同じくらいか、もう少し上かもしれない。削ったような微量と細くやや切れ長の目は微笑んでいる口元がなかったら、おそらく鋭く見えたに違いない。 男の着ているツイードの上着が随分洒落た折り方をしていると弘子は思い、それをもっとよく確かめようと思った瞬間、エレベーターのドアは開いた。おやすみなさい弘子は言ってもう一度男の顔を見た。笑いは消えていたが、その目はまっすぐ弘子に向けられていた。弘子は こんな男の目を、久しぶりに見たような気がした。その男の目に影響されたわけではないのだが、部屋に帰ってから、ひろこは再び迷い始めた。三彦に連絡をすべきかどうかということは、久松から原稿を依頼された時から、すでにひろこの心の中にあった。もう、 彼の心の中に自分への愛情がないのは分かっている。それでも愛さえすれば、彼が習慣的に自分を抱くのも分かっている。それで自分が苦しんだり悩んだりしたとしても、それはひろコの望むところだった。とにかく、愛憎の像の方だけでもいい。何か劇的なことが起こってくれなければ、 ひろコは原稿を書くことができないのだ。三彦に他の女がいるらしいことは前から知っている。彼とその女とは結婚するのだろうか。いっそのこと割り込んでいって結婚してくれとわめいてみようか。その時、ミ彦と女はどのような反応を示すのだろうか。 現日も弘子は緑川に、女の嫉妬の表情ってこんなものじゃないでしょと言われたばかりだった。そんなむき出しの表情を自分が持ったのは随分遠い日だったような気がする。出版社とこの部屋の往復だけではそのような感情を持つ機会がなかなかないのだ。 やはり明日、三彦の会社に電話を入れようと、弘子は決心した。ゲーム版の上に自分や諸々の人物を置いて、それを心ごと動かそうとする自分を。弘子は怖いと思ったが、仕方がなかった。久松と約束した期限は来月の中頃だ。それまでに何か起こってくれなければ、 どうしたらいいのだろう。その時だ、誰かがヒロコのドアをノックしていた。誰応答がない。時計を見ると、11時を回っている。電話もなしに、こんな時間訪れるものに心当たりはない。おまけにこのマンションは、下からアンサーフォンで読み出して、住民に開けてもらわない限り、 中に入れない仕組みなのだ。ガウンを着てこわごわミラーを覗き込んだ弘子の目に、さっき見たばかりのツイードの背中がエレベーターに消えていくのが見えた。ドアを開ける。足元に白いリネンにくるまれたワインの瓶があった。線を抜いたばかりらしい白はひんやり冷えていた。 コルクにはメモが巻きつけてあった。モンラッシェです。僕が今線を抜いて、あなたの健康のために乾杯しました。半分は、あなたが召し上がってください。坂倉直人。そのメモ用紙には文字が印刷されていた。坂倉直人建築設計所。 とあひろ子はそのメモをしばらく見つめていた光彦に電話するのはもう少し待ってみようと思ったこちらの方がはるかに面白いことになりそうだった曽根さんこれはないでしょ 久松は、にがりきった表情をしていた。手には、ひろこが書いたプロットが握られている。相手の男は、ケンブリッジ大に留学していた建築家、ツイードのジャケットがやけに似合う、それに、イギリス人女性との離婚歴。安っぽい恋愛小説みたいじゃないですか、これは。でも、本当なんです。本当にいるんですよ。そういう人が。 弘子は顎をしゃくるようにしていった。しかも、会うところは、六本木とか、青山。彼はワインに非常に通じてる男となってますね。本当に、何でもできちゃう人なんです。ソ年さん。久松は、弘子の方へ向き直るようにしていった。こうして原稿をお願いしているわけですから、あなたはもちろん、 才能がない方だとは思いません。ですけど、小説というものが根本的なところで、ちょっとずれているような気がするときがあるんですよ。例えば、久松はプロットを読み上げるようにしていった。例えば、40代の独身男性、英国仕込み、建築家、フィアットに乗ってる。これだけずらずらと並べ立てても、この男性、主人公の姿は、 全く浮かんでこないでしょ久松は銀縁のメガネをちょいと外して、それをかざしてみせた。例えば、男はメガネを絶えず取り出して、ハンカチでしきりに拭くという描写があったとするでしょすると、この男の性格がよく伝わってくるじゃないですか。百行分使って、神経質だ神経質だと書くより。 ずっと効果がある。描写するっていうことは、そういうことだと思いませんか陳腐な説明は、文章全体の品を落とすだけですよ、ソネさん。久松の最後の言葉に、ヒ子はいささかムッとした。それと同じ指摘は、先日緑川からもなされたばかりだったのだ。 どうして誰もかも同じような文章読本を言うのかしら。帰りの車の中で弘子はイライラと爪を噛んだ。結局は登場人物を素敵に書けばいいんでしょ坂倉は確かに魅力的な男なのだ。本人を一度でも見せたらきっと久松も納得するに違いない。要はどうやって 坂倉を見せることなしにそれを伝えるかなのだ。そうよ。それしかないわ。子はつはやいた。坂倉は絶対に自分と恋に落ちなければいけないのだ。坂倉の愛部の仕方やその体の形、その放出するもの、それらをすべて知ることができたら、坂倉という人物は弘子の筆によって 踊り出すことができるのだ。描写力、文章の美学うんぬんなどということよりも、実際にこの目で見て感動することの方が、はるかに強いに決まっているのだ。弘子はふと、緑川の言った、君の文章はリアリティの強さだ。それに尽きる。といった言葉を思い出した。私は絶対に、 あの男と、恋に落ちる。つぶやいた途端、生々しい思いが胸にこみ上げて、ひろこは一人赤くなった。その夜、ひろこは坂倉の電話をひたすら待った。最近は毎晩のように坂倉は電話をかけてくる。おやすみを言うだけのこともあったし、 早い時間は二人で連れ立って外へ食事に出かけることもあった。外国暮らしが長かった酒倉は、その反動か和食が好きで、繊細な味のものを好んだ。けれども必ずと言っていいほど、弘子の顔を覗き込むように聞く。ソネさんは何を食べたいの何でもいいんです。 ひろこは人からよくぶっきらぼうな物言いをすると言われるのだが、男性の前に行くと特にそれがひどくなった。いい顔立ちなのに色気が全く感じられないとされるのも、そのそっけない言い方にあるらしい。そんな自分を最近のひろこはやはり気にしていて、できるだけ物柔らかな女らしい言い方をするように心がけていた。 酒倉に愛されるような女にならないと、企みは成功しないのだ。その日も、電話は12時近くにかかってきた。ソ根さん、まだお仕事ですか僕は腹が減っちゃって、どこか付き合ってくれませんかええ、お供しますわ。地下はいかがでしょうか 西麻布にあるその日本料理店は深夜までやっていることもあって、酒倉がひいきにしている店だったのだが、弘子はそこの女将のわざとらしい京都弁が我慢できないといつか言ったことがある。それ以来、酒倉は弘子に遠慮して、あまりこの店を使わないようになっていた。いいんですか酒倉が驚いたように言った。ええ、私、 あそこの火薬ご飯大好き。じゃあ、10分後に駐車場で集合しましょう。夜出かけるにはコートが必要になっていた。ひロこは買ったばかりのグレーのコートを羽織った。この色はよく坂倉が着ているジャケットととても相性がいいのだ。いや、スコットランドの女の子みたいだな。 フィアットの中の酒倉はそんなことを言った。けれど、いつ見ても酒倉は疲れているように見える。それは少しうつむき加減に歩くことや、日がすぐうっすらと生えやすいことがかなり影響しているに違いない。もうちょっと背筋を伸ばせばいいのよ。そのままだと老けて見られやすいと思うわ。 西麻布へ向かう車の中で、弘子はそんなことを言った。確か小説の中で、酒倉の描写はこんな風にしてあるのだ。男はほっそりとしていて、背中に若木を入れて歩くような様は、日本人離れしていた。弘子の言い方はいつも少しきつかったらしく、 酒倉は苦笑いしている。<laughs> そんな、参、ま、ったな。僕は年寄りなんですから、あなたのボーイフレンドのように行きませんよ。そんな、そんな人、私いません。そうかな。信用できないぞ。酒倉は珍しくおどけてカーブを切った。そこを曲がると、地下の看板が闇の中に見えるはずだった。 ああ、消えてる。最初に声を上げたのは弘子だった。仕方ない。少しかすれた声で坂倉は言った。僕の部屋にいらっしゃい、弘子。初めて彼は弘子の名を呼んだ。それで弘子は、これから何が起こるのか。 すべて予測することができた。残念なことに、ひろこは坂倉の体を、そう観察することができなかった。なぜなら坂倉は、ひろこを大切な美術品のように扱って、絶えず横たえさせて、目を閉じさせていたからだ。彼は三彦のように、<laughs> と、鼻を鳴らすこともなかったし、ちょっと変わったことやってみようか。と、持ちかけることもなかった。デリケートな酒蔵の動きは、途中から突然荒くなり、それはやひと言ってもいいぐらいになった。その落差の激しさに、弘子は目がくらむような思いになったものだ。しかし、自分がクリスタルの仏像のように扱われている思いには変わりなく、 その激しさも何かの祈祷のように弘子には感じられた。坂倉がやっと体を離したときヒロは少し困惑していた。こんな気持ちを幼い頃持ったことがあるようだとぼんやりと思った。何か 大切なことを忘れているような気がするのだ。しかし、もうそんなことはいいと思った。ヒ子は少し笑ったに違いない。坂倉は身をかがめて、ヒ子に唇だけで通った。どうしたのなんでもない。 ひろこは唇さえも動かさずに答えたのだが、く倉には通じたようだった。深くうなずいた。ゆっくりおやすみ。いつの間にか、く倉の指は、ひろこの髪を撫でていた。 その夜も、ヒ子は酒倉の膝の上にいた。あれ以来、ほとんど自分の部屋には帰っていない。たまに着替えを取りに帰るぐらいで、酒倉が留守の間は、うとうとと彼のベッドで眠り、その合間には彼の本箱から美術書を引っ張り出して眺めたりした。同じマンションでも彼の部屋は倍以上の広さで、 間取りもゆったりしている。ずっと居心地がいい。なんだか、頭が、日一日と、退化していくみたいなの。そう言いながら、ヒロコは酒倉の顎に手をかけた。髭が濃い彼は、夜になると、もうチクチクし始めて、それはひろこを面白がらせた。 そんなにおじさんをいじめないでおくれ。坂倉は悲鳴を上げる。おじさんというのが弘子といる時の彼の口癖なのだ。弘子コは僕のことを笑っているんだろうその合間に時々真剣に聞く。いい歳をしたおじさんが若い女の子と いちゃついているのが、私だって若くはないわ。ひよこは言った。もうじき29歳になるもの。いや、君は女の子だ。女の子は、仕事をしたりしちゃいけない。言い聞かせるように、いちご、句区切るように言った。君みたいな、可愛い,い。 普通の女の子が小説を書くなんてとんでもない話だ。ああいうのは他の人に任せておきなさい。ひろこは坂倉の腕の中で 揺られるようにして、その言葉を聞いていた。三日ぶりに自分の書斎に入ったとき、守番電話は、ほぼ満杯になっていた。とにかく、連絡くださいという、すがるような久松の声が何度も入っていた。ひろこには予想していたことがあった。 自分は多分、原稿用紙を見ても、それを何に使用するのか、全く忘れているに違いないということだ。原稿用紙は、モンブランの万年筆をしおりのようにして閉じられていた。地下に行くために飛び出した時のままだ。女が、 男に不満があるとしたら、出来合いのショートケーキのようなきらびやかさだった。地位、金、知性をこれほどバランスよく整えて持っている男に、女は作り物めいた不信を感じてしまうのだった。こんな文章で終わっている。 それを読み終えた瞬間、弘子は万年筆を握っていた。それに続く文章はインクの色が新しいだけで全く同じ調子で綴られていく。しかし、いたずらに男の髭に触れたとき、女は突然悲しみに襲われた。男のそれは思いがけないほど強く、濃く、 男の顎を分布していた。柔らかい女の手のひらを傷つけてしまうほどの勢いだった。男の命が、こんなところまで無意味に、無節操に散りばめられていることが、女には悲しく思えた。そして、その悲しみは、あっけないほど短く、愛することへと、 つながっていったことに、女は驚いた。さっきまで酒倉の髭にはしゃいでいた自分なのに、どうしてこれほど冷たい、物を突き放したような言葉が浮かぶのだろうか。弘子は酒倉への後ろめたさよりも、自分への剣を突き抜けるように感じた。酒倉に抱かれているとき、 すべてを忘れていると思い、忘れることを願った自分ではないか。それなのに、この万年筆を握る手の無表情なことはどうだろう。今朝まで指の付け根に至るまで愛されていたにもかかわらず、その相手を冷めた目で綴っていく。こんなことが許されていいものだろうか。しかし、 自分をなじりながらも、弘子は夜までに三十枚近い原稿を書いた。小説の中で男と女はいつしか一緒に暮らすようになっている。男は女をこの上なく慈しみ、女は初めてと言っていいほど愛の激しさに酔う。ところで、 不幸は何ページぐらいに入れたらいいのだろうか。ひろこは男と女を別れさせることにした。どちらかが死ぬというシチュエーションもあるのだが、美しすぎる別離というのも幸福の一つに違いないのだから、これは排除することにした。 愛し合いながら別れるという状況は、弘子はあまり信じていない。未練は幸福を復活させやすいのだ。そうなれば、やはり、男と女は、憎み合わなければならない。しかし、それはどうやったらいいのだろうか。電話が鳴って、弘子は万年筆を置いた。 坂倉からに決まっている。もしもし、ひろこかどこかに隠れているか心配をしたじゃないか。黙って帰るんじゃない。坂倉の声は酔いを残していた。ごめんなさい。ちょっと、探し物を見つけていたの。ウィアットの前に、5分後に来なさい。今日こそは、地下へ行こう。 六本木から西麻布へ向かう道は、いつもながらに混んでいた。さっき帰って、ひろこの姿が見えなかった時、僕は本当に、おろおろしちゃったよ。車の明かりが、いくつか酒倉の顔に線を描いていく。街の中で見る彼は、次第に、大人の分別を取り戻しつつあった。 どうして私、あなたの下の階に住んでいるのよ。どこにも行くはずないじゃないのいや、そんなことじゃなくて。ハンドルを握りながら、酒倉は少しうつむいた。瓶のところに、銀色のものが光るのが見える。ああ、つまり、からかわれているんじゃないかと思って、全く、現実とは思えない3日間だっただろう 君みたいな若い女性が、僕みたいなおじさんを本気で相手にしてくれているとは、どうしても思えなかったんだ。だから今日、弘子がいなかった時、僕は、それでもいいと思った。第一、君と来たら、突然、僕の前に姿を現したんだからね。違うわよ。うちを追い出されて、他に行くところがなくて、それで。 あのマンションに引っ越してきたのよ。二人は声を立てて笑った。坂倉は、弘子の手を握ろうと焦るあまり、急ブレーキをかける羽目になった。弘子は、モンブランを口に加えていた。全く原稿用紙が埋まらないのだ。モンブランは、鉛筆と違って、 噛むこともできず、ただ舌で舐めるだけだ。だが、金臭い味は、ほんの少しだけれど、広子を落ち着かせた。あと2週間余りで締め切りだというのに、原稿が半分ほどで止まってしまったのだ。主人公とその恋人は、髪の上で立ち往生させられている。枚数の上から行っても、そろそろ、 暗い影が刺さなくてはいけないのに、相変わらず二人は手を取り合ったままだ。わずかに進展があるとしたら、別れの理由を、弘子が嫉妬と決めたことだろうか。昨夜行った地下のお神を弘子は思い出した。まあまあ、先生、お久しぶりどすな。どうしてましたえ、ね などという怖高の喋りも思い出すだけで腹が立つ。それに笑顔で答えている坂倉さえいまいましく感じられた。もちろん坂倉と女将がただの客と女将の関係であることは知っている。知っていてもこれほど不愉快になるのだから、ましてや本物の恋人たちが嫉妬によって傷つけられるのは当然だろう。ここはやはり、 恋人たちの他に、誰かもう一人、加えなければならない。それは、ひろこのそばに来るべきであって、坂倉の方に寄り添うのは違うだ。裏切りはやはり、ひろこの方から行わなければならない。そしてそれは、やはり、三彦以外には、考えられなかった。ダイヤルを回す。 しっかり、番号を忘れていた。手帳を見てからかけ直すと、やはり、彼が出た。もしもし、私、どうしてるひろこか。それはこっちが聞きたいセリフだよ。うちに電話してもまるっきりいないじゃないか。家ででもしたのか本当にそうなのねえ、この番号を控えて。そして、夜絶対に電話してくれる 光彦が広子のマンションに来たのは、その週の土曜日だった。すっごいところに住めるようになったんだね。そう言って部屋を眺め回す光彦は、ブルーのスポーツシャツに白いセーターを肩で結んでいる。それは彼の得意な配色だった。あなた、そういうものを着ると、まるで大学生みたいね。出会った頃とまるっきり変わらないだろ。 三彦は素早く広子にキスをした。なんか知らないけど、お前、やたら綺麗にあったな。前は何て言うかな、どこを触っても尖ってたって感じだったけどな。手はすでにひろこの胸の上にある。でもこのマンションいいな。ほら、俺のうち川崎だろ通うのに遠いんだよな。今度、土日は泊まろうかな。 いいだろうひろコのセーターは脱ぐのに肩のところがちょっと引っかかった。電話が鳴り始めた。いつもの時間だ。おい、鳴ってるよ。出なくてもいいよね。セーターは完全に脱げた。電話はまだ鳴っている。 シャツだけになった光彦の剥き出しの腕。剥き出しの若さ。電話は、まだ、鳴っている。ひろこどうしてたんだよ。俺のことほっぽり出して。電話が切れた。坂倉は、こちらに様子を見るためにやってくるに違いない。 合鍵はすでに渡してある。三彦は弘子を窒息させるかと思わせた。鼻と口とが三彦の肩によって塞がれて、覚えのある肌の匂いでむせそうになる。うっすらと閉じた弘子の目に、半分開いたドアが見えた。そこから、 確かにこちらを見ている、坂倉の顔があった。少し伸びかかった顔の髭は、なぜか銀色に見える。彼は、二三度、首を横に振ると、ドアを閉めた。 泣くこともなく、ひろこは、それを見守っていた。はーん、それが締め切りに間に合わなかった理由なのかい緑川は退屈そうに首筋をかいた。ひろこの部屋から見る冬の日は赤く、落ちるのも素早い。 さっきまで大色に近かった緑川の顔が急にグレーになってきた。久松さん泣いてたぜ。そりゃそうだよな。500枚入らなかったら編集者の立場ないもんな。辛くって半分の原稿しか書けませんでしたって言われても困るよな。あー、もうあそことは仕事できないだろうけど。ま、あその代わり小説都市で 残りの250枚、頑張ってくれよな。これに懲りたら、他の出版社との秘密の抜け駆け、なしだよ、ひろこちゃん。緑川さん私もう、書くの嫌だわ。彼は陰りゆく部屋の中、ひろこの顔色に、まだ気づかなかった。 ねえ、一番悲しいこと、書かなきゃいけないの坂倉さんは、本当に、寂しそうな顔して、そこから出て行ったのよ。私、本当に、あの人を愛してたの。今分かったわ。ねえ。 それも書かなきゃいけないのひろこちゃん。緑川は雑誌から目を離さず言った。あのね、小説からおとぎ話の部分は抜いとこうね。だけど、全部書こうね。は <laughs>、お母さんも。 ズタズタにしちゃったわ。そして、生まれて初めて、あんなに愛した人まで、ペン先で、みんなを傷つけて、そして、私も傷つけて。それでも私、書かなきゃいけないの当たり前だよ。 夕日が反射して、ペン先も、ヒロコも、異様にキラキラと輝いていることに、緑川は、まだ、気づかない。 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集文芸、ホラースリラー、ー、スススリササイコサスペンス人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。